1970年電気ジャー第1号商品。炊きたては、タイガー魔法瓶株式会社が1970年から製造、販売しているジャー炊飯器、電子ジャー。2020年に50周年を迎えた。累計出荷台数は7000万台を超え、国民的炊飯器ブランドを確立している。現在、タイガーの炊飯器には、手軽なマイコンジャー炊飯器、高火力の IH ジャー炊飯器の他にタイガーが業界に先駆けて開発した内鍋が土鍋釜の土鍋 IH ジャー炊飯器の3タイプがある。タイガーの炊きたて第1号は1970年の電気ジャー。従来のガラスのジャーは長時間の保温が難しくご飯の温度が次第に下がると匂いがついたり腐りやすい問題点があったが電気で加熱保温することにより ガラスジャーの問題点を解決した。発売当初から爆発的な人気を誇り、一躍トップブランドの地位を確立した。その後、友好関係にあった松下電気産業からセンターサーモスイッチ及び熱板など主要部品の供給について技術協力が得られ、商品開発に拍車がかかり、1974年に炊飯ジャー第1号発売。 かまどで炊く工程を徹底的に分析し、新たな超圧口を設け、業界初の音声コール、時刻セットタイマーなど、業界が注目する機能が次々と搭載されていた。2000年代に入り、一部のこだわりある人たちの間で、土鍋でご飯を炊くことがブームになり始めていた。タイガーでは、 かまど炊きご飯の美味しさを目指して IH 炊飯器の開発を続けていたが、土鍋もまた同じメカニズムで炊飯していることを発見し、土鍋を IH 炊飯器の内鍋にする開発をスタートさせた。しかし、IH 炊飯器という機械と土鍋という自然の素材の融合は開発に困難を極めた。金属素材とは異なり。 土素材のままでは IH 加熱できず別の方法で土鍋釜を発熱させる仕組み作りや炊飯プログラムを一から作り変える必要に迫られた。また土鍋釜を IH 炊飯器に搭載するためにはミリ単位で誤差のない厳密な寸法調整が不可欠であり製品として可能な限り割れにくい加工も求められた。何百回もの試作と失敗を重ね ついに2006年、サンド焼きという製法により、業界初の内鍋に、本物の土鍋を採用した、土鍋 IH 炊飯器が誕生した。その後も土鍋にこだわり続け、2011年には圧力を採用し、2014年には土鍋を、プレミアム本土鍋へと進化を重ねた。そして2020年、土鍋ごわわび炊きと称した、土鍋の高い蓄熱性と、 園石効果が生み出す。約280度の圧倒的効果力と力強く優しい泡立ちによる炊き方が特徴の50周年目の最高傑作 JPLA 型を発売。現在もなお伝統と革新をつなぐトップブランドとなっている。タイガーの本土鍋は1万古焼きで有名な30県四日市市で作られており、3度の焼きを経て完成させている。 蓄熱が高い本土鍋と IH の効果力によって本土鍋全体がかまどのように発熱し、はじめちょろちょろ中パッパーという美味しいご飯の炊き方が自然に行われている。また、沸騰時に発生する細かく均一な力強い土鍋泡が米の一粒一粒に熱を均一に伝えるため旨みを引き出しながらふっくらと粒の揃ったご飯を炊き上げることができる。 2020年現在過去ハッエビー、炊きたては今年50周年を迎えました。タイガー魔法瓶2020年10月22日、閲覧。自然の土と先端技術で作るタイガーナ鍋 IH 炊飯ジャー。土鍋新はタイガー魔法瓶2020年10月22日、閲覧。新 CM、ご飯は必ず土鍋で炊くべし。市川海老蔵さんが伝える。 土鍋神話ペン、タイガー魔法瓶2020年10月22日、閲覧。佐々木望さんが、日々の幸せをかみしめ優しく語りかける、タイガー魔法瓶、土鍋炊飯ジャー炊きたて新テレビ CM2018 年7月22日より、全国で、お宮開始プラタイムズ2020年10月22日、閲覧。ありがとうございます。